はい、原です。よろしくお願いします。私の方からは九州の実証プロジェクトについてお話をします。はい、事業。で、今回ちょっとお話しますけれども、先ほどご紹介があった中間報告についてちょっと抜粋させていただいたもので、まず技術についての確認ということで、まあ、水源先の技術、まあ、ここに載せてありますけれども、これによりますと、その水源先ではロボットや自動操作などのトラクター、水管理、収量コンバイン、直進アシストなどの、まあ、田植え機、ドローンですね、まあ、防護上、センシング、施肥、あと、農管理、可変、施肥、リモコン、草刈り機、生育予想が予測が上がっています。でこれが、畑作、路地、施設、カルチャー、まあ、これでは、まあ、ロボットトラクター、ドローン、灌水、草刈り機、アシストスーツ、環境計測や、まあ、制御、カリア施設では自動選別機、それから経営管理システムとなっています。下のところは畜産ですけれども、これはまあさらに行動監視システム、状態、監視システム、搾乳、給餌、放流などの技術が検証されています。はい、まあ、今回は各課題についてですね、農研機構のスマノの担当者で簡単にまとめた内容を駆け足で、見ていきたいと思います。今回各コンソがまとめた資料が別に配られていますので、詳細はそちらでご覧ください。まず、関連と開始の課題です。次お願いします。あ、次ですね。あ、佐賀では比較的平場の多い水源策において、自動運転の納期やドローン、IoT センサーが導入され、作業時間が削減されるという結果が得られました。特に自動運転探知機は熟練さにも勝るという性能が発揮されました。鹿児島の中山間地では、水源策と牛の育成を行う法人において、牛舎監視カメラシステムとともに自動操作のトラクターと田植え機、そしてドローンが導入されました。カメラの設置で牛の監視時間が削減し、安心して補助作業が可能となりましたが、中山間地の狭い補助では、作業時間の大きな削減にはつながりにくいという結果が得られました。徳之島では、サトウキビにおいて、経営支援システムを用いたドローンやつさんの、作業自宅の検討がなされ、補助情報とスマホ連携により、確認作業軽減と適宜作業が可能になり、事業化の可能性が示されました。大分では、白ネギにおいて、直進アシストトラクターを組み用いた2年での定食と、3年同時地寄せの組み合わせが検討され、作業時間の削減、軽量化が図られました。宮崎ではほうれん草などで生産管理システムを改良し、データ連携と AI によって作付け計画の効率化を図るとともに、2人必要だった収穫作業を1人で行えるようにしました。都城ではごぼうなどにおいて、自動操作トラクターやラジコン草刈り機などを経験が浅い職員に任せたり、データ入力を担当するチームを設けるなど、管理体制を工夫し、作付け面積の拡大につながりました。福岡では蜜蜂などの刃物について生産管理サービスを導入し、情報共有の作業効率化が図られました。また、債務による農薬散布やほうれん草の掘り取り機などの機器の導入も検討されました。熊本では夏や冬までハウスの情報管理などの ICT、AI を用いた換水、施肥、QR コードによる情報発信などが検討され、販売の向上につながりました。阿蘇では一部で局所的機、CO2 施肥で増収や灯油削減につながり、生育などの情報の計測と可視化、選別パック詰めロボットが検証されました。佐世保のみかんでは、営農指導支援システムの構築、灌水の丸取り、家庭戦火に関するプレ戦火、貯蔵システムが導入され、産地の出荷用工場への貢献が期待されます。はい、渋市のお茶では、無縁ロボット作業機の導入で、作業時間が削減され、栽培、製茶、製品の情報連携によって経営改善が期待されます。霧島の牛ではスマート保育技術、給餌、水やり、哺乳などによって、投資の増大と作業時間の削減が図られました。ここからが現在進行中の課題になります。08になります。熊本の中山間地では有機での水稲や里芋でドローンや罠、
草刈り機、水管理などで新技術を導入し、効率化を図るとともに、産業を自宅する地域コーディネーターの設置を検討されています。高千穂では、中山間地における水源策と牛の繁殖で、牛の出産を監視を効率化するとともに、水源策でもドローンの導入や水管理、除草の効率化を検証しています。福岡では、もう少し開けた平川での水源策において、ロボットや自動操作のトラクター、田植え機、コンバイン、またドローンを導入した実証が行われています。鹿児島では、宅前において、受託でのドローンによるセンシング、是非、防除の検証が行われています。はい、鹿屋では、さつまいもで育苗、植え付け、生育診断、防除等における技術を導入し、省力化や増収を検討しております。雲仙市では、ブロッコリーにおいて、無人車両による防除や収穫物の分散、防除が不要となる猫分病付近の密度が低い圃場の見える化、自動洗車の導入が実施されています。都城では、キャベツなどの野菜において、加工などを含めて情報共有のためのデータの一元化、圃場計測から灌漑量を決めるシステム、排水性改善のための GPS レベラー、自動操作システムの導入が検討されています。熊本ではベビーリーフにおいて数値における灌漑システムによって、労働時間が削減され増収の結果が得られています。またトラクター搭載型破種機、複合環境制御装置、生産管理システムが検討されています。宮崎ではピーマンなどで自動収穫機が検討されています。また病気について AI で画像解析をしたり、経営や栽培の管理システムの利用が検討されています。長崎では、ビワにおいて、補助ごとの生産管理、低電力の LPWA による気象観測による、収穫予測、ドローンによる農薬散布などが検討されています。また、重量と糖度をプロジェクションマッピングで示す選果システムが導入され、これを用いた高糖度の果実の選別によってブランド化を図ろうとしています。LED 歩行で糖度を上げることについても検討中です。鹿児島では豚について各種の技術を導入し、繁殖能力、産肉能力、労働者不足の改善を目指しています。阿蘇では放牧での肉牛について、リハジョンの無線の組み合わせと自律電源のカメラ等により遠隔地からの採食状況や安否情報を確認し、軽量化を目指すことが検討されています。鹿児島の離島では、肉牛において生産者と役場と獣医師間の情報共有体制を整備し、獣医師が駐在できない離島畜産の環境改善の実証が行われています。支部指定は、社において、これはある画面の課題と並行して、ローカル 5G を用いた課題が実施されています。ローカル 5G によって自動運転的待機を遠隔操作し、緊急停止の動作を確認したり、ドローンによる空撮や LPWA による補助情報の送信による収穫期予想、生場の、品質評価、収穫期判定、適材計画支援が検討されています。最後にですね、昨年まで単年度で行われました労働力不足の解消に向けた課題です。この中では学生等に実習の機会が提供されました。竹田では、中山間地域の水田における水稲と大麦若葉の栽培において、特に水の制限がある水管理が厳しい地域であったことから、自動水管理システムが多数導入されるとともに、自動操作トラクター、草刈り機、ドローンを用いた実証がされました。指宿では、キャベツにおいて GPS 制御の、肥料散布機と収穫機が導入され、作業時間の削減という結果が得られました。鹿児島県では、酪農牛、繁殖牛において行動モニタリングシステム、飼育牛管理や給餌管理のシステム、自動保育、カメラ、レコーダーシステムが導入され、発情発見率、妊娠率の向上、業務時間の削減という結果が得られました。以上で終わりなんですけれども、最後にスマート農業担当として、いろんなコースのお話を聞いてみると、短い授業なんですけれども、この結果で評価は結構やっぱ難しいかなというふうには思います。今後3年後とか5年後ぐらいにどうなったかということで、考えるべきかなというふうなことを思っているところです。
まあ、スマートノンピの価格は今は高いんですけれども、今いろんなところで導入されて取り組まれていることで、まあ、安くなっていくと思っています。まあ、今いろんな可能性を検討し、良い結果を取り入れていくということが良いように思います。まあ、その意味で今回の連絡会議が良い機会と思います。まあ、今後ともスマート自称事業での推進でお世話になります。早口になりましたけれども、以上で私からの発表を終わります。